この表情。 はい、どうもみなさん、こんにちは。動画をうたつです。この動画が再生していただきありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっております。カンツ、今回とお疲れの本編を、v いただき一緒に再生してお楽しみください。というわけで、今回、大の大冒険18はこちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> 前回はね、えー、不覚にもう結構大泣きしてしまいました。もうしょうがないです。あの展開はずるいですよ。タイトルがね、まあ、不死身の救世主っていうことで、まあ、最初はフレイザードさんが出てきてなかなか考えさせてもらえなかったんですけども、まあ、誰かが復活するなかなっていうのを はね、ちょっと予想はできたんですけどもまさか2人もねもうクロコダインとヒュンケルがあのタイミングで出てくるなんて。 しかも登場の仕方よもう何が泣けたってさクロコダインの肩に飛び乗る大君とマームを抱きかかえるヒュンケルですよもうちょっと興奮してて口うまく回ってないんですけどもとにかくあのシーンを見て泣かないわけにいかないでしょ完全に僕の中で死んだと思ってたキャラクターだったけど出てきたんだもんまた噛んでるけどねまあ、けどその甲斐ありましてまあいよいよねガチンコにゴブゴブに渡り合えるような状況 今ねどういう戦況かと言いますと、まあ、氷の方でマームとポップがいてヒュンケルが合流してくれましたん、ね、でそこに敵対しているのがハドラーっていうことでね まあここですよとうとう来ましたよマームのおかげでねヒュンケルはハドラーが本当の仇だっていうことを知ったじゃないですかあのなんかホラガイみたいなね耳に当てたことによってアバン先生じゃなくてお父さんがねハドラーの部屋に対してアバン先生を通してしまったことによりハドラーがねそのことにぶち切れてお父さんをぶっ倒すっていうことを知ったわけなんですよ てことはいよいよここで今回ハドラーに対してヒュンケルがね仇討ちを果たすんじゃないかなとただハドラーってさ多分中ボス的な存在だと思うからここでやっつけちゃう展開に果たしてなるのかね、まあ、僕の予想としてはなんですけども、まあ、ここで戦って結構劣勢になってハドラー逃げるのかなというふうに思っております、まあ、ただマームにしてもねもう気失っちゃってるしポップに関しては足にかなり重傷を負っちゃった ているのでまあ、やり合うのはもうヒュンケル一人になるのかなとまあ、というわけでねまあ、ヒュンケルとクロコダインが生きていたということでまあ、今度はね作戦ガンガン行こうぜじゃなく命大事にしてですね、まあ、ここからアニメラストまでねぜひこの二人活躍してもらいたいなという風に思っておりますまあ、その中でね若干ポップがねマームとの間の関係で心配な部分が出てくるんですけども、まあ、それでもねそれが難しいお話になったとしてもヒュンケルにはもう死んで よろしくないよと、まあ、このメンツで最終回のバーン討伐まで行ってくれれば御の字かなというふうに思っておりますまずはねそんなバーンの話よりもハドラーの方のお話、えー、今回見ていきたいなというふうに思っておりますというわけで皆さんも録画したものもしくはビデオのものと使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さよした本編スタートですよろしく頼むぞ はい、スタートです。そうだった。オープニングから始まるんだった。だから言ってたじゃんね。オープニングトークをオープニング流れたら撮るっていつも。撮っちゃった、オープニングトーク。そしたら何かな。うん。僕が気になってるのは、やっぱフレーズアートとレオナの話が早く終わって、レオナとダイ君のやりとりが見たいっていう話をしてたと思うんですけども、 それと一緒でもちろん今回ヒュンケルとかねハドラーのバトル、まあ、そこら辺も気になるんだけどもあのマームとねヒュンケルが一体この戦いが終わった後にどんなお話をするのか、まあ、マ,ームマームがどんな表情でねヒュンケルと話をするのかそこが気になりますそしてそれを見るポップですよ そのポップの表情とか何を言うかね、また毛みたいな感じになるのか、それともヒュンケルにちょっとね、立ち向かうのか、お前調子に乗ってるんじゃねえぞ、みたいな。ハード、ハドラー倒したからって、もしくはハドラー退けたからって調子に乗ってんじゃねえぞ、みたいなね、感じになるのか、ま、そこら辺も期待してる。もうとにかく戦った後の、 ま、レオナと大のやりとり、戦った後のヒュンケルマーム、ヒュンケルポップのやりとりに注目しております。さあヒュンケル対ハドラーね。はい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 。やっちゃいましょう。ヒュンケル兄さん。ハードラーなんか。あ、またここからね。お姫様抱っこから。もうここでマームがね、気絶してなければね、また面白いんだけどね。それはそれで。 もうポップにとってはもう災難続きだわハドラーだけじゃなくヒョンケルまで生きてて <laughs> ああハドラー先輩もさすがにこれにはちょっと冷や汗だねあ起きる抱きかかえられたところで最高ああそう思うわけだよねやっぱはぁ、あ <laughs> ああこの表情ああもうこれはマームヒュンケルに惚れてるわご愁傷さまですポップあ <laughs> ああマームそうなんだポップ なのかなってもちょっと思ってたんだけどやっぱヒュンケルなんだねある男クロコダインかあーそうだねクロコダインがあの溶岩の中どうえっ、ー、えー、マジでタフすぎてかヒュンケルもあんな溶岩の中入ってたのに いやいやヒュンケルも鋼鉄だよあの鳥さんねあーちょっとぎくしゃくしたあれが見れんのかなあーかっこいいクロコダイルセンプクロコダイン先輩かっこいい そんなかっこいい人の名前間違えた。ん泣いてる。はぁ、あ。ュンケル。泣いてるよ。 うわいやすげえなクロコダイン俺あんたに一生ついてくよあんたみたいな上司が欲しいよそのピンクのワニの肌でも俺はあんたに一生ついてく マーム、ハハハヒュンケルオなのかもう相思相愛じゃよえなんでなんで飛んできたのどういうことうーん 帰ってきたんだけどあれだねあの地下でさ一緒に行きますよって言って,行って死んでったさあのチリインチにやってたゾンビの人かわいそうだね。ヒュンケルさん。<laughs> あこれで来てくれたんだ2人揃って。 よしよしよしうわありがとう獣王ほんとにありがとうよっしゃーああそういう流れになるのか。 じゃあもうヒュンケル置いてっちゃうんだねあれポップ足もう治ったのねもうポップマームのあの後ろ髪引かれる表情よ <laughs> ああヒュンケル不敵な笑いそしてそれを見逃さない本当にズル賢いわ敵は いや、こんなやつらにやられるようなヒュンケル様だと思うなよいや、ハドラーに対してはどれくらいなんだろうな力の差はきっ抗してんのかなけどまだ言わないねヒュンケルお父さんのことハドラーに対して。 ああこれはこ大工の方かザ・ポエラいやお前はそろそろおバダックさんうん来た来た来たやったねやったねああいいね後ろのそれ落としてねえお,ーお,ーおー エンマも壊してくれたの恩に切りますよこれでえこれさってことはさ大君だけじゃなくてさヒュンケルとかさクロコダイもさデバフの中で戦ってたのえマジで ア <laughs> 進撃会心劇になるんだ。え、どうなのこのさ、フレイザードが使ってた時期の術のデバフはさ、誰にまで効いてたんだろうこれでさ、ヒュンケルもさらに強くなるってパターンなのかな そこよいやーけど勝ってよまあけど中ボスのハドラがここで消えるとも思えないんだよなかといってヒュンケルがここで死ぬとも思いたくないせっかく出てきたのにおいマジイオナズンで無傷あそうだそうだそうだ

いいね、このシーン。あーまあ、そう思ってくれるんだね、ポップね。そう、アバンの人だったんだよ。いや、ほんと、天国でね、笑ってるよ。もしかしたらワンちゃん生きてるのかもしんないけど、アバン先生も。まあ、いや、ほんとにここで脱落やだよ。こんだけ喜んだのにさ。 えー、さすがーなるほどなるほどそこねそこそこなんか思いつきやがったこいつもういいって 何する気よ。え当たったよこれが作戦なのか油断させてみたいな感じなのかないや、怪しい。怪しいぞ。近づかないで。もう遠距離から今の10発くらいバンバンバーンって。ゾンビに近づいちゃダメなパターンだよ、これ。ほらー。え、嘘でしょ だーあーダメだってのええー どうなっちゃうの嫌なんだけどヒュンケル。もうテンション激下がりなんですけど。なんでハドラー食らったのに大丈夫だったんだおさすがヒュンケル、立てるのね、これでも。よかった。あー、けどダメだ。 もう、もう、マジでハードラーうざいんだけど。やめてー これワンチャンマーム戻ってくんじゃないか戻ってきてほしいなえくたばったのふざけんなくたばってたら許さないよほんとにやだ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  不死身,不死身頼むよとりあえず意識はってよかったわえー、マームはやっぱマーム戻ってこないかなえー、ここでアバンの教えがね まだちょっと素直に聞けてない頃だと思うけどヒュンケルはいろいろ内心ね複雑だろうけどこの頃はえてか大丈夫使い果たさないでね 大丈夫。あ操るのがねよかった使うと死んじゃうとか言われるのかと思ったいやーちょっと待って大丈夫いや,いや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 使っちゃうんだねここで。 うるせえよお前 <laughs> でもお前ら学習しろよお前らは出る幕じゃねえんだマジで消し済みにしてやってくださいよんなんだどういう技なんだ剣も使わずいいよああ、よく分かってんじゃんハドラー ダメだ全部はダメえ、ちょっと待って待って待ってマジでえ、ちょっと待ってえ、頼むよいやちょ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 ハドラーをやっつけたかもしれないけど、ヒュンケルは えじゃあちょっと待って、ヒュンケルはじゃメガンテとは言ってない。グランドクロスって言った。まだある、まだある、まだある、まだワンチャンある。いや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 。 見に行きたいよねそこは視聴者に任して俺らが見とくから確かに確かに確かに生きてるよねいやー生きててよマーム マームだけ行くかなこの流れは。やっぱり。いやー。マーム、すごい。マーム。できないわ。あなたの年齢で、それは、俺は。いや、ちょっとセクシーだよ。いい話してんのに。 分かって大君そうだねけどさ視聴者は死んでほしくないと思ってるわけよほんとなもうすごいでかい人ばっかだなポップ頑張れ 大工もすぐにね切り替えてそうないやそこちょっと頼むよあーもうお前は死んでていいんだよクソ野郎めうわっ 縦にしてなかったらやっつけられたんじゃねえかこれグランドクルーズクロスじゃなくてちょっと待ってちょっと待って生きてるよね灰になってるみたいな感じじゃないよね 未完成。え、ちょっと待って。え。のようなもの。どっち、どっち、のようなものって、どっち。本当に。いや、いや、いや、いや。こんな一話だけのために、復活させないでしょう。 えー、まだ誰か来るかアバン先生来たりしないよねいや分からんもうお動く動くぞヒュンケル力をくれ力をくれ目が光るんじゃない じゃあ、おおおおおおおなるほどねよし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 おお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  ハけたえちょっと待って嘘だろう本当にえっヒュンケルやられちゃったけどミストバーンなんか来てさ まだワンちゃんなんんかありそうじゃんミストバンだってヒュンケルに対してさもうお前いいよ <laughs> もう今回はお前いいってマジでいやどうかないやとりあえずさあのくぐつけをヒュンケルに教えたミストバンがあの場に現れたんだから俺は ヒュンケルは死んでないと見たね。だから落ち込まない。俺は信じてる、ヒュンケルを。で、ハドラーはあれであれかな、負けたっては言ってたけど、死んだのかなそれも気になるよね。もうみんなしぶといんだよ、きっと。簡単じゃないんだよ、殺すのは。軍団長だからヒュンケルも無事なんだよ。 <laughs> ヒュンケイが無事であってほしいから、そういうなんか、いろいろルール自分でこじつけちゃってるけど。ミストバーンがそうなってくるとさ、何なんだろうね。敵じゃないのかな、実は。軍団長の中でも。バランも怪しい感じするけどさ、ミストバーンもなんか意外と、なんかこそこそこの軍団長の中でなんかやってんのかな。 あれでハドラーを助けるのかヒュンケルを助けるのかどっちかだと思うんだよあの場に来たのはそれはもう間違いないと思うんだよねいやヒュンケルであってほしいえー、いよいよ来週はねフレイザードとダイ・ポップ・マームここの戦いが始まってくるとは思うんですけどもまだねザポイラとクロコダインのお話の方も終わっていないので まあチっち、せめてザポーラくらいはね、やっつけてもらえると助かるんだけどね。まあ、ザラキ使えるくらいだから、まあ、魔法使いとして優秀なのかもしれないけども。ちょっと快進撃使って倒してほしいな、バダックさんが命名した。そしてクロコダインはあれだね、ヒュンケルとの会話聞いてても、本当に男前だわ。 本当にに上上司とかと,年上の、ね、先輩とかか年の先輩ででそばいいて欲しい存在ですね、まあ、最後にね一言言うとしたらやっぱヒュンケルはせっかく復活したんだしいくら陶器使ったって言ってもここで終わりは嫌だっていうことかなはいというわけでね以上動画部つがお送りしましたまた来週お会いしましょうバイバイ言えてない